中、内藤のいいカバーがある。今度は入れ替わってスピードがあるぞ、河合、その河合を生かす、中には沼が稼働、さあ稼働、スピードを生かした稼働、河合と加藤のユニット、1点を返した立ち上がり、後半が稲荷、ここは左サイド切り裂いていきましたが、稲荷鳥取ほんと今手でハイタッチ、河合です。3点を取られた後に後半の立ち上がり、1点を返したガイナーレ、そのプレー、まず預けて山本蓮が縦のパス、ここで河合が折り返したところ詰めていました。もうこのクロスは体にさえ当てれば入ると、そういったいいクロスを上げました、この河合。